MC 守屋のバズレシガー。体重100キロバツイチ小持ち MC 守屋です。最近ますます暑くなってきましたね。夏バテ予防にはそうです、こちらうわうなぎということで、今回のバズレシガーは今安くて早くてうまい、全国的にバズっているうなぎのなるせをご紹介します。それでは行ってみましょう。平田小学校前交差点すぐのところに今年の3月にオープンしました、こちらうなぎのなるせ、やってまいりました。いやー楽しみ。隣気になりますね。事務所はボロいが腕は一流。いや触れたいけど今はうなぎ優先です。行ってみましょう。いらっしゃいませ、こちらがメニュー表です。うわうな重並んでますねって、すごいメニューシンプルですね。正直言ってうな重しかないじゃないですか。はい、松竹梅どれ食べましょうかね。はい、全部召し上がってください。全部、はい、全部ですか、はい、そんな贅沢していいんですか。はい、ありがとうございます。まずはうなぎ半尾を使った梅から召し上がってください。これで梅ですか。梅です。うわ大きいうなぎですね。いただきます。おいしい。関東風のふわふわの身とそして表面 の関西風のパリッとした感じ、ハイブリッドになってて、これ最高ですね。そうなんですよ、高級店で提供されている日本うなぎを使用しています。ISO を取得した養鰻所で厳選されたうなぎを仕入れています。だから美味しいですね。そうなんです。さらに山椒、わさび、ネギといった薬味や追いだれもあるので自分好みの味わいを楽しむことができます。嬉しい。いやもう無限に食べられるじゃないですかこんなんね。はあ、美味しい。すごいな本当に。うなぎのなるせフランチャイズオーナーの岡さん、本業は岡建リフォームという建設建築会社の代表です。うな重も看板もインパクトがすごい。あのなぜまたうなぎのなるせをやろうということになったんですか。兵庫県に行った時に、はい、なるせのうなぎを食べたんです。全然焦げ臭くないし苦味もなかったんで、これぜひ彦根の人々に食べてもらいたいなと思って、うなぎとの出会いでこのうなぎのなるせを始められたと。はい、でそのおかげでこの彦根にお店ができたんですよね。はい、最高じゃないですか。ありがとうございます、本当にもう。次はうなぎ4分の3秒を使った竹です。はい、どうぞ召し上がってください。すごい、もうご飯見えないじゃないですか。はい、こんだけ美味しいということはさぞかし腕のいい職人さん雇われてるんでしょうね。こう串打ち3年先8年もう焼き一生なんて言いますからね。いや職人ではなくてね、特別な機械を使ってうなぎを焼いています。誰でも作れるようにオペレーションをシステム化して提供時間と人件費を抑えて早くて安くてうまいうなぎを実現することができています。岡社長がそのオペレーションでピッと焼いたやつを僕食べてたんですか。そうなんですよ。リフォーム屋さんですよね。はい、他にも何かされてるんですか。彦根市内で調剤薬局を2店舗させてもらってます。薬局2店舗。はい、建築士で薬剤師さんなんですか。そうなんです。大学卒業した時に薬剤師の免許を取得して41歳の時に建築士の免許を取得しました。めちゃくちゃ賢いじゃないですか。賢くない。めちゃくちゃ賢いですよ。薬剤師だけでも大変のに建築士までなるんでしょ。最後はうなぎ1秒使った松です。うわこれはやばいですね。この大きいうなぎのすごいこと顔と比べてくださいよ、これ本当。いやうまい、うわうまい、ありがとうございます。
一般的なうなぎ屋さんの価格でだいたい 1.5 倍から2倍ぐらいの大きさのうなぎを召し上がってもらうことができます。ではうな重と一緒にクラフトビールはいかがですか？初めて見ますね。はい、私が作りました。どういうことですか？ビールまで作ってるんですか？ビール作ってます。いや、まあそうは言うてもリフォーム屋さんの作ったビールでしょ。はい、まあもうなんか、まあ、いただきます。おいしい。すいません、舐めてました。おいしいでしょ？めちゃくちゃおいしい。はい、いやー、うな重3倍堪能させていただきました。ありがとうございます。今後は子ども食堂もスタートする予定です。本物のうなぎを気軽にお腹いっぱい食べることができるうなぎの成瀬などを通じて、これからも地域を盛り上げていきます。バズれうなぎの成瀬彦根店。今回ご紹介したうなぎの成瀬彦根店の詳細はご覧の通りです。全国展開の勢いがうなぎ登りのうなぎの成瀬、創業者はなんと滋賀県出身。皆さんもコスパ最強の美味しいうなぎを堪能してみてはいかがでしょうか。